ギブアップ、そういった類のものでは決着がつきません。バックに参りました秋山です。それを切り返しました三沢光晴です。チャンピオン攻め込む、切り返したチャレンジャー秋山、スライディングして三沢を取ります。上になって、おっと、もう一回取り返した三沢。ここで両雄に距離ができました。簡単には離れない。もう一回秋山押し込んだ、エルボーった、エルボー返した三沢。まずはエルボー、秋山がこの三沢の必殺技エルボーを繰り出していて、さあ三沢した。ジャンピングにブロックした三沢、エルボーった、あーっとドロップキックライター、そしてあー今度はエルボー三沢、秋山たまらず場外にエスケープ、さあ三沢が走る、三沢が走る、飛んで終わった、1回転1回転、ここは距離を取りました。そしてフレットリングに戻りました。いや小橋さん、このあたりも三沢のプロレスがどういうものなのか、その奥の深さ、懐の深さ、そういったものをこの試合で感じ取っていきたい、そういうことも事前に話しています。バックを取ります秋山です。もう掴んでる感がありますからね。そうですね、はい、ラウンドを制して立ち上がった三沢、アウト。では押せない部分がやっぱり三沢さんの場合はありますから。そうですね、アウト、まあ、セコンドという形で試合を視察に行きました。おっと、鼻エルボースマッシュ気味に打ちます三沢、立ち上げて、ただ秋山倒れない、闘志を前面に前に出した秋山、あーしかし力が入った、おっとランニングして三沢倒れない、またエルボーだ。エルボーがね、何発も入ってくると、12月23日のアリアコロシアム、はい、2回戦いました、はい、肌で感じたその秋山の成長というのはどうだったんですか。いやもう素晴らしいものがありますよ、うん、本当にその振り返した秋山、待っていたのは三沢、セカンドロップからワットドロップキック、三沢転落、危険な角度から秋山が三沢の首根っこを掴んだ、カーフグランディング、カーフグランディング、手打て鉄柵、しょうがなかったっていう部分もあると思うんですよ。だからさざるを得なかったわけですか。どっち今日のね、それがこの試合にどう影響するか。さあ秋山したジャンピングリークリーンヒット、この深さ、それをどう感じ取るか。さあ輝いて、おっとスレムストーンの形だ、溜めた、がっちりホールドした、ホールドした、スレムストーンパイルドライバー、いや息が止まるでしょう三沢。言いますと、この日本武道館での思い出、決してその三沢に勝った試合というだけではないと話しています。三沢に一つ勝つこと、それはプロレス人生の中では大きなことではあるけれども、そういう思いをこの試合にかける秋山は意気込みで語っています。首4の字のまま三沢がサードロープ、スタンディングで顔面を張っていきます秋山です。さあ対角線ダイビングのエルボー、刻みに打っていきます秋山です。ちょっと三沢の腰が、その状態が徐々に徐々に落ちてきました。この1年間一番頑張った人がメインを務めるのは当然のこと、今度こそ最後に一方の三沢ばいて1年間の成果を見せる試合ですが、さあ鬼の形相で三沢が前に出る、エルボーにはひるまない。さあ魂を込めたエルボーが秋山の体を蝕んでいきます。あーっと崩れた、場内がどよめいた、倒れます秋山、上官に自力で戻ってきたいんだ。さあここからは鬼と鬼とのぶつかり合いだ、もう何発の音が刻み込まれたか、秋山がフラフラだ、完全に倒した、終わった、神宮根も魂のエルボーの打ち合いだ、天狗は非常なるエメラルドフロージョン、ロープに振った、巻きついた、フライングラリアット、一気に勝負を決めるのか、フェイスロックに入りました三沢、あれだけ首にダメージを、これだけ鬼の表情を見せている三沢というのを小橋さん、珍しいんじゃないですか。そうですね、言葉にやっぱり対応してるんですよね。なるほど、怒りがやっぱりね、はい、すると思います。三沢の怒りに火をつけた、感情むき出しになっている三沢、見たことがない、秋山押したか、秋山押したか、返せるか、返しました、 3D の秋山も見たことがない、繰り返したエルボー迎撃、セカンドロープから、あー、タイムで待った、さあ、輝いた、輝いた、なだらしげ、ひねった、ひねった、三沢ひねった、ランニングでエルボー打ちます、さあ、三沢が飛ぶ、秋山場外、三沢が走った、三沢が走った、三沢が走った、
最強の選手を今宵見つめます。フライングのエルボー、一発カツを入れました。リングは中央、タイガードライバー投げるか、捉えます。秋山投げました、ダブルアームスープレックス。そして立ち上がるところ、捉えた捉えた、いや脇がダメだ。おあと三沢の、さあ永田ロック、リングの中央、永田呼び、三沢がなんとかサードロープ。小林さん見せましたね、永田ロックを。そうですね、次1回 GHC 一気に手にするか、秋山ジャンピングリークリント、硬い硬い鉄板が敷かれている。 DDT 今日本が、あ、これはこれはこれはスペースができた。さあ、あ、投げるか投げるか投げるか、断崖式で投げるのか、バックに、ああ、ここは捉えた。サビサワ、もう一回鉄柵に振りました。捉えた捉えた、エスプロイダー場外、この時代を取るか、秋山背後からジャンプに、そして掴んだエスプロイダー、今度はリングの中、一気にカバーに行った秋山は立ち上がった、エレボー打ちます。三沢がセカンドロープ、首根っこ掴んでブレインバスターの体勢、投げるか、一気に投げるか、秋山こらえます。あっと秋山が掴み返した、これは危険だ、あー投げるか投げる、両雄の力が交錯しています。エルボーター、エルボー打ちます。三沢が難を逃れました。そしておっとトップロープから、なんと両腕を取る、両腕を取る、トップロープから三沢が、なんていうことをするんだ、トップロープから投げるのか三沢、さあ掴んだ、ガッチリ掴んだ、トップロープから投げて、あ、トップロープから、さあ連発か、もう一回両手を取った、いや秋山踏ん張ります、踏ん張れる秋山が信じられません。リングエルボー、お、サイエルボー、そしてローリングエルボー、エルボーフルコース、おあと新しい時代を作るために秋山はここで止まるわけにはいきません。しかし満を持して三沢がタイガードライバー、今度はリングの中央、まだ返す、秋山色にこのバットを添え切られるか、エルボーランニング、さあかかるぞ、リングの中央かけた、おっと待って待った待って待った、ガッチリ取れた、エクスプロイダー、エメラルドブロードも呼んだ、もう一回加えて、エクスプロイダー2連発、エクスプロイダー2連発、 GHC のベルトを巡る戦いがまさに今日本武道館頂点を迎えている。ジャッピングに、そして輝いて垂直落下ブレインバスター、さあ川の秋山、三沢は返す、この壁の高さで首しっか、さあガッチリとフロントでクロックの体勢だが、ちょっとロープが近いか、ロープが近いか、いやひねり返した、ひねり返した、完璧な形でフロントでクロックに持っていった秋山。さあギブアップの意思表示を三沢がするのか、それとも一旦届いてスリーカウントを奪うのか、万力のまさに力を込めるのは秋山純、三沢はギブアップの声をまだ発していない、思えばこの技で三沢が締め落とされてから脳の歴史は始まりました。さあ三沢押したか、三沢押したか、秋山かも、おっとサードロープ、秋山ガッチリ組んだ、わー垂直落下、わからない、もう一回いくか、もう一回垂直落下が、三沢踏ん張る、いや手も取った、手も取った、完璧なリストクラッチエクスプロイダー、新チャンピオン誕生、1年前の宣言通りノアのマットは完全